引き続きですね、ディビジョン2の、リンカーメモリアルの、続きをやっていきましょう。続き攻略の続きとかそういったことは言わない俺がいる。いやまあ攻略ですけどね。まあフォールアウトの時はさ、まあ、多分後ろまで来れたとは思うけど、なんかこんな風にこう細かくあれしてはなかった気がするよね。後ろまで来れたんだと思うんだけどな。でリンカーンメモリアルの内部を制圧するも何も、内部ってさっきちょっと戦ったじゃんね。これ裏口でしょ。あれ、え、内部ってそういう内部、え、リンカーメモリアルってこんな、まあ当然関係者以外立ち入り禁止ゾーンだと思うけど、こんな内部ってあるもんなんかね。まあっていうか今までのさ、いろんなあのスミソニアンのさ博物館の方もそうだけど、割とこう関係者以外立ち入り禁止ゾーンがに入っていったりすること多いじゃん、このゲームの中で。で本当にそんな風になってるのかっていうのがこうありますけど、ソファーとかあるけど、そんなにこう居心地というかあれがいいようにできてるのかね。コルクボードにいろんなもん貼ってあるけど、これ何が貼ってあるんだ。何が貼ってあるの。 Read your mail。ここで働いてる人のなんかいろんなものが貼ってあるんだとは思うけども、ただそうね、そんなにここでめちゃめちゃ働いてる人がいっぱいいる感じではないと思うんだよね。これ一応まあ、営業時間というか、変な話、営業、レンジャーサービス、つまりあのレンジャーの方がこう解説してくれたりするんだけども、それはあのこのリンカーンメモリアルだけじゃなくて、なんていうのかな、例えば、ワシントンモニュメントだとか、このモールにある、いろんな、第二次世界大戦記念碑とかとかの解説をレンジャーの方がしてくれると思うんだ、してくれるんだけど、小さな博物館ここなかったこと、この下こんな博物館になってるの、本当に。本当にこれはこのゲームの中で作ったんじゃなくて、書いてないぞそんなこと。完全にこのゲーム内で作ったやつでしょ、初めてだよ。あのすごいリンカーン大統領のあれがこうそれっぽくあるけど、絶対これこんなのないでしょ。だって一応このリンカーン記念あのメモリアル、まあ、あのこんな、博物館は当然ないし、書いてないし、あんのかな、後であったら恥ずかしいな。リンカーン大統領に特化した、博物館、まあすごいそれっぽい感じになってるけど、本当に絶対この、リンカーンメモリアルだけだとさ、あの、まあ、建物的にこう寂しいからって、建物は別にメモリアルだからあれで全然いいんですけど、ゲーム的にさあれだとこう、
イベントでっかないイベントというか攻略のあれがこう賄いきれないから中作ったっていう気がするけど、しかもこうここに至るまでね、いろんなとこのこの博物館をこのゲームのあれでこう作り慣れてるからね。これ作っこの作ったとしてすごい、なんかすごいそれ本当になんかそれっぽいけど大丈夫？ほー、ただこれ本当これを見た人がさ、普通にワシントン DC ってこんな博物館あると思って行ったらさ、ありませんでしたで済まされる、あれかな、まあ済まされるかどうかったら済まされる、そうすごいそれっぽいけど、本当それっぽいけど、え、あるの？ないでしょ、ないよね。ちょっと皆さん、僕がこうゲームしてる間ですね、調べていただいて、リンカーン大統領の、リンカーンミュージアムとかなのかな。一応、こちらの案内の方ではですね、まあ、一応リンカーンメモリアル、営業時間24時間オープン。そりゃそうだ。だからオープンっていうか、要するに、いわゆるパルテノン式の建物がこう、あるじゃん。で、リンカーン大統領のその像と、あと、演説のあれがこう書かれたやつ、ヒリスバーグの演説、また書いてますけど、これだから、掘ったやつ上にあったから、2回ここに出さなくても大丈夫だよっていうのがあるんだけど。これ？はいはいはい。砲撃場暗殺されました。実行者であるジョン・ウィルクス・ブースは大統領の後頭部を撃ちました。リンカーン通りを隔ったピーターソンの家に運ばれ、後にそこで亡くなりました。そう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 。砲撃場からこう、なんかこう、射撃練習でこう撃ってたでしょ？撃ち込むなっていうの、その歴史的な建物に。本当真似しちゃダメですよ、本当怒られますからね。記念堂の下に隠されている地下墓所は実のところ地上の建物以上の大きさがあります。リンカーン・アンダークロフト地下墓所、お墓になってるってこと？これか。今ここだよね、この階だよね、ここが上になってて、ここに博物館があって、この下に墓所があるってこと？この下？そういうこと？でもそんなこと一言も書いてないですけど、だから24時間オープンで、だから24時間営業っていうか、営業じゃないと思うけど、要するにだって、デイリーがこう自由にこう、こうやってさ、ここからこう、こんな感じの建物で、なんつうの、まあ、ドアがあるわけじゃないから、24時間出入りは可能じゃん。で、別になんかこの、あるわけじゃないから、だから、ここのあれに勤めてらっしゃる方、この、あれならいいけど、このミュージアムとかに勤めてらっしゃる方は、まあ、いらっしゃるでしょうけど、多分実際のとこ、リンカーンメモリアルに勤めてらっしゃる方、まあ、いらっしゃるけど、だから、レンジャーサービスで、解説とかしていらっしゃる方はいらっしゃると思うけど、で、一応、電話番号もあるけど、ここに書いてあるけど、電話番号、まあ、読み上げませんけども、あえて。一旦、前に一回、シリのさ、ザ・クルーの、これさ、まあ、どっかにあると思うんだけど、探せばあると思うんだけども、ザ・クルーの、まあ、俺の発音が悪すぎて、シリがこう、このリンカーンメモリアル？トゥルーサンズが記念堂を基地にした。
その下にはセキュリティが厳重なエリアがある。え？アイザックはそこのデータにアクセスできない。注意しろ。セキュリティ？何があるかわからないぞ。それお墓じゃなくて？もう実際するかわかんないお墓じゃなくて、実際するのかな。そんなこと一言も書いてないけど、一言も書いてないけど。エージェントが応援を要請中。だからその英語版の実況というか、あのワシントン DC 観光案内のザクールのやつをこうやろうとして、でシリにこういろいろ喋ってもらった時に、あの俺の発音がこう悪すぎて、これどっからしていくの、発音が悪すぎて、ここのリンカーンメモリアル、あ、ここ開いたのね。リンカーンメモリアルにこう電話を、あの、シリが勝手にかけようとし、してしまってですね、急いで切ったっていう。で、まあ、その時はだから、その時もだけど、結局、まあ、ここのリンカーメモリアルにって言ったって基本的に無人じゃん、本当はね。博物館的なエリアはないはずだから、あんのかな。いや、ないと仮定して、ないと仮定して、ないものとして、何 DC62、 あ、なんか薬が変。アイザックがその砲弾を化学兵器と識別した。トゥルーサンズの持ち出しを阻止したい。トンネルを塞ぐ方法を探せ。トンネルを塞ぐ方法、それは現地で探すの、特殊部隊すぎでしょ。というわけで、そのだからシリがこう勝手にリンカーメモリアルに電話をかけて、まあ、なんか、いや、着歴残ったら、向こうからかかってきたら怖いけど、あの、かかってきても国際電話になっちゃって、ご迷惑がかかるし、あの、出られても国際電話になるんで、それはすごい怖い話になるんだけども、金額的にね。ただ、実際に、ほら、ここの、だから、リンカーメモリアル、基本的には無人で、その、多分この電話番号ってはレンジャーのとこだと思うんだけども、だからその時リンカーメモリアルに電話をかけるって言ったって、実際に誰に電話をかけたんだみたいなところがこうあったわけなんだけども、まあそのなんだ、何を話そうとしたんだこれ一体。まあ実際にあの時のこの、シリが電話かかったとして、まあ、この人たちにまあ、この人たちは架空の人たちだからかかんないけども、このあれにかかってたとしたら怖いね。多分そんなことはないと思いますけどね。っていうかタイマーセットしてなかったの俺。まあ多分その解説とかしてくれるレンジャーの人たちにかかるんだと思われます。まあ、電話番号本当に書いてあるけど、一体誰が出るんだこの電話番号。大丈夫だろうか。なんかこうサバイバルゲームのセットっていうか、なんていうの、セット、室内サバイバルゲーム上のなんかあれ見たくなってるけどね。行ったことはないですけど こんな感じなんでしょ。サバイバルゲームっていうか、もうリアル戦ってますけど、この辺のやつはどうやって開けるんです。
これどこに到達するんです？アイザックが引っ張ってきた略図によればトンネルはコントロールセンターでロックできる。そうすれば、はいはいはい、DC6 に詰めた砲弾は持ち出せない。それはどこから何をしたらいいんです？この机の上にいきなりこうタレットが置かれたらびっくりするよね。あ、冷静にタレット破壊すると言ってる。わーい、わーい、マルチキル。ここが指令室なのね。指令室、うん、なんでしょう、相変わらずこうバチ当たりというか。向こうから決まってくる。あ、向こうサイドに行った。てて逃げんな逃げんな逃げんな、危ねえ。トンネルのゲートを閉じる。ゲート、インタラクト、マップデータをスキャン。トンネル全体の接続図だ。ケルソンにつなぐ。これを見たか？まだよ。でもこれで奴らがどうやって DC62 を街に運んでるかわかる。ああ、こうトンネルがつながってらっしゃるってこと？本当に？まあいいや。地下の入り口に到達する。これ？あれ？これで奴らは砲弾を運べない。トンネルを塞いでいい気になってるのか？バカが。お前らだって閉じ込められてんだ。ここで野垂れ死にさせてやる。残りのトゥルーサンズを無力化する。どのくらいいるんだろう。多分ここからリスポーン禁止エリアってことは、結構ここから割と本番的な感じになるのでしょうか。これはなんとか上等兵ハンソン、ハンソン、へい、うん、こっちからじゃ、危ない。こんな消耗戦みたいのは
上等兵がまだいるよ。上等兵がまだいるよ。上等兵倒したよ。はい、オッケー。ん？タレットがあることは分かってるのね。うわ、あ、キープ、少佐フライが距離高い。うわ怖い。こっち見た。あっつ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 。うわやれた。はい、では今回ここまでにしましょう。でした。バイバイ。